皆さんこんにちは、司法書士 YouTuber の加用真理乃です。今日はですね、交渉人であったりとか交渉役場って、一体何なのかというところで、皆さんにね、日々業務をやっているとですね、お客さんからね、質問を受けることが多いので、今日は交渉人の実態、一体何者なのかとか、あと交渉役場っていうのはどうなのかっていう、その実態についてね、皆さんに簡単にご紹介したいと思います。実はですね、交渉人はですね、私が、よくやっている NHK との裁判においてもですね、よく登場すると言いますか、出てきます。なので実はね、意外と周りでね、身近なことで交渉人が必要になることとかも多いと思うので、今日はね、それをご紹介したいと思います。で、交渉人とかっていうとね、警察ドラマとかに出てくる、ネゴシエーター の交渉人とね、皆さん混同され、勘違いされる方もいるんですが、この交渉人ではなく、公に証明する人という この交渉人をについてね、お話ししたいと思います。交渉人はね、全国に500名いるそうなんですが、交渉役場でね、働く、交渉人ですね、裁判官とか検事ね、出身の人が多いそうなんですけれども、実際何をするかというと、公正証書の作成をしたりとか、確定日付を付与したり、法人設立であれば定款をね、定款という会社のルールブックみたいなものをね、認証したりとか、さまざまいろいろとね、本当に、いろんな業務がございます。よく聞くのは公正証書の作成っていうのは皆さんすごく馴染みがあると思います。公正証書っていうのはですね、その例えばね、金銭消費貸借契約書とかを公正証書で作成することによって、交渉人のね、面前で、作成したりすることによって、公の書面、公的な、書面となってきます。この金銭消費貸借契約書っていうのは交渉役場で作成することによって、以後ね、この金銭消費貸借契約書が偽物だったら、その非常に、ね、難しくなるので、交渉役場で作成するメリットっていうのはものすごくあるんですね。でさらに金銭消費貸借契約書を公正証書で作成することによって、例えば強制執行認諾付きの、金銭消費貸借契約書を作成すると、金銭消費貸借契約書の条項の中に、例えばお金貸してね、返さなかった場合、強制執行することができますよっていう文言を入れることができて、これを公正証書で作成すると、なんとですね、裁判をせずに、強制執行って通常裁判をして債務名義っていうのを取ってね、強制執行するっていう手続きが必要なんですが、これがその裁判をね、すっ飛ばして強制執行することができるっていう、ものすごい効果を公正証書というもので作成することによって得ることができます。なので金銭消費貸借契約書とかっていうのはですね、実は公正証書で作成するに越したことっていうのはないんですね。で、金額にもよるんですが、1000万以下とかであれば1万5、6千円ぐらいで、確か1万7千円かな、作成できますので、1万7千円というのは別に債務借款とかにして、もういいぐらいの金額だと思うので、金銭消費貸借契約書を作成するのであれば、もう公正証書で作成するに越したことはないと思います。であとは、遺言ですね、遺言書を公正証書で作成するというのはよくあると思います。遺言を、亡くなられて、遺言が出てきたときに、まず持ってね、揉めることがない、そして、家庭裁判所でね、兼任手続きっていうのを、するんですが、その兼任の作業を公正証書ですること作成してあればですね、それも吹っ飛ばすことができるということで、公正証書で作成するメリットっていうのはものすごくあるんですね。であとその契約書の紛失とかっていうのも、絶対、なくなります。公正証書で作成することによって、交渉役場にですね、20年間文書が保存されるので、交渉役場から取り寄せればですね、どの文書が本物であるかっていうのも分かるので、偽造防止も紛失防止もできますし、金銭消費対策においては、非常に有利な、文書にすることができるので、交渉役場はね、交渉人の、存在とか公正証書の存在っていうのを知っていればね、こういった金銭消費対策のトラブルとかも、なくなるんじゃないかなと思います。あとは確定日付の付与って言って、確定日付ってもうその名の通りですね、こう変更することのできない、動かしようのない日付のことを言うんですが、債権譲渡の時とかにね、日付が重要な文書とかで、その確かにこの日にこの文書は存在しましたよっていうのをね、証明してくれる、確定日付の付与、これ多分ね、700円とかでできるんですけど、こういった業務を担っています。
あとは法人設立の際に、定款認証といって、法人の、ね、ルールですよね。その会社は何の事業をやってるのかとか、どういった、ね、会社名にするのか、事業年度とか、そういったのは交渉役場でね、認証といって認証しなければならないんですが、これがですね、この業務がですね、実は、廃止した方がいいんじゃないかとか、言われて、おります。実際ですね、法人設立の場合の定款認証の費用っていうのは、1件あたり大体5万円、大体じゃない、5万円かな、5万円ほどします。で、まあ、ページ数によってね、金額が変わってくるんですが、まあ、最低5万円かかってきてしまいます。で、まあ、そうですね、この、まあ、定款、まあ、高いっていう問題もありますし、あとこう政府がですね、法人設立で中小企業をの設立をこう、なんていうのかな、起業家を増やそうっていう、そういった政策を打ち出していて、で設立も全てワンストップサービスっていうんですかね、全てね、1個のところでできるようにしようっていう、そういった政策を打ち出している関係上、まあ、交渉役場に行ってね、とかのもういらないんじゃないかっていう話になりまして、その面談とかね、わざわざして、交渉役場を通してね、高い費を払ってっていうものの必要性っていうのはどうなんですかっていうことで、一度ですね、定款認証業務っていうのが廃止になりそうになっていました。で、しかしですね、交渉役場の実は業務の中で公正証書の作成とこの定款の作成って、定款の認証っていうのは非常にですね、大部分を占めるですね。で、法人のこう定款認証に関しては売上の3割以上を占めると言われてますので、これに関しては法務局とかの、ね、定款交渉人連合会は非常に抵抗してですね、なんとかこの権利を、ね、守り抜いたそうなんですけれども、まあ、やっぱりね、会社設立する人とかから見ればですね、やっぱり非常に高いですね、5万円、認証費用がかかる。で、また設立するときにね、法務局に払う税金として15万円かかってくる、司法書士の費用もかかるし、しかもですね、これじゃあ自分でね、司法書士に頼まず、この定款のね、文書を司法書士に頼まないで自分で作成して、自分で認証しに行こうとしたら、今度は印紙代で4万円かかってね、じゃあオンラインでやればいいじゃんってなってね、オンラインでやろうと思ったら、そのオンラインのね、なんですか、ソフトを導入するのに10万円かかるとか、結構ですね、まあ、嫌だ、全然ね、優しくないんですよ、仕組みが。なので、やっぱりこう利用者とかね、やっぱ会社作りたいって人からの不満の声とか非常に多かったところなんですが、今回この、権利は守られたというところです。で、まあ、他にもね、この列挙したもの以外にもたくさん業務があるんですが、4つに絞って、まあ、取り上げて、最後ですね、1つ、事実実験公正証書というのがあって、これがですね、まあ、NHK との裁判とかで、たまにね、登場するんですけれども、この事実実験公正証書というのは何なのかというと、まあ、その名の通りですね、交渉人が、まあ、いろいろとね、まあ、依頼者から嘱託を受けて、その事実をね、実験して、自分の、ね、五感で感じたことをそのままね、証明していくってものなんですが、例えばですね、NHK との、まあ、受信料裁判においてはですね、これ確かにテレビが映らないですねっていうところで、テレビ映らないかどうか確認しに行くんですね、交渉人が。で、まあ、いろいろつけたりとか、映らないっていうことを、ね、確認したら、確かに映らなかったというところで、確かにテレビはね、受信できない状態にあるということを証明してくれることによってですね、これを裁判の、ね、証拠として出したりとかすると非常に強かったりとか、します。なので、ね、最近は、まあ、法人のね、法人かな、法人と NHK との裁判でね、争っているんですけれども、法人の方でね、実際に NHK を別に見たくないしっていうね、法人さんからの依頼で、実際ホテルなんですが、客室にはね、NHK が映らないということを、ぜひね、証明してほしいということで、交渉役場に依頼して、まあ、いろいろと見ていただいてですね、交渉人に。で、確かにすいませんでしたっていう、まあ、もらって、今裁判を出して、ね、どうかっていうところではあるんですが、まあ、このあたりはね、また別で解説したいと思いますけれども、たくさんね、まあ、いろいろと交渉役場ではね、こういった業務を担っています。で、交渉人っていうのがね、非常にどういう人物なのかっていうのが謎に包まれているところも多いんですけど、まあ、基本的には冒頭で言った通り、裁判官であったりとか、検事、検察官ですね、出身の方が多いです。で、直近5年間ではですね、まあ、公募で決まるんですけれども、非選定選考資格っていうんですかね、選考者になるための資格として、まあ、弁護士であったりとか、まあ、司法試験ですね、まあ、弁護士検事
それから裁判官、裁判所書記官とかで実務経験が15年以上あるとか、でちなみに司法書士もですね、交渉人になることが、理屈的にはね、実はなれることができます。で、直近5年間では警察官の応募が117名あって116人ですね、公募に合格しているんですが、このちょっと一人はね、ちょっとそこが悪かったのか なんですかね、ちょっと謎ですけれども、警察官は非常にほぼ 100% で、裁判官は、ね、92名が応募して、なんと92名が、ね、交渉人に選ばれています。 100% ですね。で、司法書士はというと21名応募して、たった1名しかね、選ばれていなくて、ちょっとこういう事情もあってね、交渉人ってもう天下りだとかいろいろ批判もさ受けることもあるんですけれども、やっぱりね、こういった公正証書の作成とかね、重要な業務をする、ね、人間ですので、選考資格っていうのは結構厳しくしても私はいいと思っております。で、まあね、中には公正証書で必ず作ることが義務付けられているものもやっぱりあるんですね。マンション管理規約の作成だったりとか、それから公正証書はですね、マンション管理、それから事業用借地権とかね、こういったものは公正証書で作りなさいって法律が規定しているので、その、役割自体はね、ずっと存在するとは思っているんですが、ただこう法人設立の際の定款認証のね、費用とかそういったのはちょっとね、世の中でいろいろの疑義があるところであります。で、交渉にあとね、時給が30万円、10分で5万円とかね、いうふうにね、記事を見たんですけれども、交渉人の、給与形態っていうのはね、ちょっといろいろと諸説あるんで何とも申し上げられないんですけれども、定款認証とかはね、10分ぐらいで本当に終わるんで、それで5万円払ってね、ほとんどインセンティブとして入るっていうところでね、10分5万円、時給30万円って批判されるんですが、交渉人はですね、大体その現役を終えた、ね、裁判官とか検察官が、大体5年10年やります。最後老後とね、定年が70なので、60歳ないしは65歳ぐらいから始めて5年ぐらいね、やって、年収はね2000万円と言われています。で、非常に高額ではあるんですけれども、これほどね重要な、公のね文書を作成するということで、厳密には公務員ではないんですが、公務員のようなね、ものですので、これだけ高いのはしょうがないのかなと思っていますが、交渉人のね、ちょっとその定款認証廃止に関しては、私もね、どうなのかなと思っています。実際、定款認証する際に交渉人を通さなくなればですね、法人設立に関しては、実務やってる立場からすればですね、非常に楽になるんですけれども、しばらくはね、多分残るかなというふうに考えております。ということで、ね、今日は、ちょっといろいろと交渉人とか交渉役場に関してね、皆さんにちょっと実態的なところでね、お話をさせていただきました。情報量が多くてね、また何個かにね、こういうのを分けて、詳しくいろいろと説明したいと思っているんですけれども、特に公正証書の話に関しては多分皆さんにとっても役に立つ話ができるかなと思います。あと事実実験公正証書についてはね、 NHK との裁判でよく出るところなので、これもね、ぜひちょっと応用時間を見てお話できればと思っております。ということで、今日は以上です。皆さん最後までどうぞご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。